なるはやは今俺の武器ダイレクトシュートをトレースしようとした。自分に足りないゴールへのピースを俺のプレーからインスピレーションを受けて紙一重の勝負をしたんだ。そうか、トレースだ。盆栽×盆栽、なるはやと俺の武器を融合させることができれば天才たちとも渡り合えるのかもしれない。イサギ、ナギは俺がつく。バロンはイサギ止めて。命令すんなチビ、この下手くそ俺の意志で潰す。オフ・ザ・ボール、ボールを持っていない時の動きにおいて俺にとって足りなかったものは敵の目の動き。人間の視界は前にしか存在しない。だから周りを確認するとき頭を動かさないと見ることができない。今バローは目の前にいる俺の動きと追走してくるボールを持つナギの動き、この2点を警戒しなきゃいけない。でも同時に見ることは不可能。だからこそ生じる一瞬の死角をつく。追いつこうとするバローの中心糸のさらに逆。ここだナギ、俺に出せ。見てるよストライカー、1対1でバローに勝て。俺のステップワーク、トレースだけじゃ終われない。行くんだその先へ、まだ見ぬ自分へ、天才の領域へ。こいつ、この一瞬で俺の才能を食い上がった。